エメルソン・デ・アンドラー・デ・サントス・エメルソン・パウリスタ、またはエメルソン・ミコト、エメルソン・デ・アンドラー・デ・サントスは、ブラジル出身のサッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。ドレッドヘアーがトレードマーク。8歳でサッカーを始める。当時の憧れは、コロンビアのファウスティーのアスプリージャだった。1999年に SE パルメイラスで、プロデビュー。なお、同年にはアスプリージャがパルメラスに、 移籍加入している。2008年、テクニックと運動量を合わせ持つミッドフィールダーとして、FC 東京に加入。シャドウの位置からスペースに入り込むプレーで、チャンスメーカーとして機能したが、ブラジル人、FW カボレとのコンビネーションへの執着も見られ1シーズン限りで対談。その後、所属チームのない状況が続いたが、2009年8月より、ブラジルの CA。 ブラガンチーノへ加入。2010年7月に湘南ベルマーレから獲得が発表され、1年半ぶりに J リーグへ復帰。スタメンの一角として起用されたが、シーズン終了後に退団した。2011年帰国。2013年にナショナル AC 加入。ベテランとしてチームを牽引した。ありがとうございます。